グランツーリスモ、グランツーリスモは自動車のカテゴリーの一つである。フランス語ではボアチュールドグランツーリズム、英語ではグランドツーリングカー、ドイツ語ではグランツーリズムバーゲン、略語は GT、日本語ではグランツーリズムとも表記される。本来、グランツーリスモの位置づけは長距離ドライブにかなう高いパフォーマンス及び高いラグジュアリー性を有する車種だった。 しかしながら、過去のヨーロッパでの自動車レースにおいて、過激な性能競争を避けるため、参加車両規定を、当初のレース専用車両から、一般の箱型高性能ロードカーベースや変更する、ことが多く行われた経緯により、GT イコールレースにも参加する高性能車種、もしくは優れた走行性能を持つロードカーという、新たなコンセプトが、自動車メーカーの販売政策、 宣伝ともにマッチしたことにより定着するとになった。大旅行イコールグランドツイリングという意味から派生し、元来は大旅行に使える高速での長距離走行に適した自動車を指していた。明確な定義はないが、近年 GT と呼ばれる、あるいは名付けられる車の傾向としては、セダンかクーペタイプで出力の大きめなエンジンを搭載し、快適なキャビンと大旅行に、 十分なラケッジスペースを備えていることが多い。スポーツカーの定義をめぐって交わされるスポーツカー論争において典型的なスポーツカーからは外されるタイプの車が GT にカテゴライズされることがある。スポーツカー論争では速度や運動性能にまつわる車重、車高、駆動輪、トランスミッション形式、サスペンション形式、車体合成やドア枚数、 乗車人数など様々な条件が議論に取り上げれる。しかし、GT という故障に関しては下げ済んだニュアンスが含まれていないこともあり、それほど、かすかに入り際をうがった議論はなく、長距離走行に向いたスポーティーなセダンクーペといった、旅の印象で、多くの人が納得するものと考えられる。また、グランドツアラーと呼ぶか、GT と呼ぶかでも印象が異なる。グランドツアラーは、 本来の意味で用いられるが、GT は GT-R や 2000GT などのスーパーカーにも用いられていることか、スポーツカーの印象を与えることも多い。19世紀のイギリスでは、貴族階級などの裕福な家庭の子女は自宅へ、家庭教師を呼び、教養や道徳などを学ぶことが一般的であった。こうした教育家庭の最終段階として、 欧州への2から3年に及ぶ長期の旅行を行うことがあり、こうしたいわば長期の海外修学旅行をグランドツアー、グランドツアー、イタリア語表記はグランツーリスモと呼んだ。なお、グランツーリスモで使用された当時の馬車は当然長期の旅行に耐えるものであり、フランスやイタリアの製作工房、カロッツェリアのものが多用された。こうした背景から、 本来のグラントゥーリズモとしては、アストン・マーティンの各社や、マセラ・ティグラン・スポルト、グラントゥーリズモなどが当たるが、現代の日本では、憧れから異なる、使われ方をしていることも事実である。国際自動車連盟、FIA や日本自動車連盟、JAF は、2シーター、または2プラス2シーターのクーペのことを、グランドツーリングカー、GT カーと定義している。ただし安価で、 改造範囲の狭いクーペのレーシングカー、86、BRZ レースなどは GT とは呼ばない傾向がある。また、日本で最も人気のある GT レースのスーパー GT では4ドアのプリウスやマーク X も G カーの一種となっており、自動車の形状以上に改造の規模の大きさやプロフェッショナルレース級の戦闘力を持っているかが GT と呼ぶかどうかの違いとなっている。 ルマン24時間デートな24時間のようなプロトタイプレーシングカーによるレースの多くは GT カーとの混装であり GT カーを用いたレースをスポーツカーレースと呼ぶ日本で最初に GT の称号が与えられたのは1964年4月に登場したイスズベレット GT 翌5月にはモータースポーツのホモロゲーション獲得用に プリンススカイライン GT が少量生産。こちらはセダン GT の先駆けとなり、当時東京新聞記者だった三本和彦は羊の皮を被った狼と評した。かつては日産が比較的小型ナボディに強力な 2000cc6 気筒を積んだスポーティーモデルスカイラインを GT と称し、トヨタは強力な DOHC ツインカムエンジンを搭載した各モデルのホップバージョン。 ただし、トヨタ 2000GT 以外は、すべて4気筒に GT の称号を与えるなど、おおむね各メーカーのスポーティーモデルのうち特に強力なエンジンを搭載し、走行性能の優れたホットバージョンに GT の称号が与えられた。このことにより、日本では純スポーツカーが動く限られた車種しかも、比較的短命に終わった状況。 ホンダ S500、S800、ニッフェアレディ1500から2000、トヨタスポーツ800等の中で、各モデルの GT グレードは、これに代わる、純スポーツカー的位置を占めるようになった。しかしながら、GT グレードのほとんどのモデルが、スポーツカー用あるいは、純レース用とも言える、大口径キャブレターを装着した、高圧縮有ーナマハイオク仕様エンジンであり、1973年から、 数字にわたって実施された排ガス規制を通過するには厳しい状況であった。このため圧縮を下げたり、カムプロフィールをマイルドなものにしたり、排気ガス還元装置を装着したり、レギュラーガソリン仕様とするなど、カタログ数値以上の大幅なパワーダウンを余儀なくされた。その後、難題であった排ガス規制対策を全メーカーがクリアし、電子制御燃料噴射型のエンジンが、 新車の主流となる1980年前後からはい、ガス対策以前のかつてのパワーを取り戻すため、また、市場のモアパワー、性能、馬力向上を望む顕著なトレンドを背景に、急速に DOHC、4バルブ DOHC、DOHC ターボ、4バルブ DOHC ターボ、ロータリーターボなどの新世代高、性能エンジン開発が進み、 またそれらに見合うサスペンション等も改善され、日本に戦後初めてハイパフォーマンスカー百科両覧の時代が訪れることとなった。かつてのやや曖昧ではあったものの日本国内における GT の定義づけは高い走行性能を有する走りに力点が置かれたモデルという共通認識は存在するもののやや変容し拡大を見せながら今日に至っている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。